ありがとうございました。同じようにナオトラからそのテーマ曲をお届けいたしました。次はですね、ディズニーの映画から一曲をお届けしてまいりたいと思います。美女と野獣。4月から実写版ということで映画公開されておりましたけれども、まあ今実写版のブームですので、私たちの演奏も実写版という形で演奏の方をお届けしてまいりたいと思います。曲の後半にはですね、うちの音楽隊の美女と野獣が出てきてソロを取りますので、その辺もどうぞ楽しみに聴いていただければと思います。それでは。Thank you.
松田聖子、本名佐々木桃子と言います。そして、はい、野獣の役をやってくれましたのはテナーサックス相馬大志。本人はなんか見てたら王子様になったつもりで演技してたみたいですけど、実際にはまだ戻っておりません。野獣の前